3匹。じゃあ3匹です。お、じゃあ1匹は食べれます。そう、はい、はい。じゃあどうしますか。これで我々今2周するじゃん。確かに数的には満足。数的には満足だな。私1匹も釣れてないんです。ちょっと釣っちゃう気がするんで。ドヤ顔じゃん。やべえじゃん。正解まだ釣ります。私いっぱい正解います。釣れちゃうんで、釣れちゃうんで、もうそろそろやめときます。大丈夫です、大丈夫です、もう釣れちゃうんで。もう一回最後の一押しかな。行きましょう。そうやな、そう、量的に終わりよ。伊達庵が最後釣れるか。釣りが意外と苦手っていう。料理得意なんだけど。確かに、うん、そっか、釣ってきた魚、我々が釣ってきたものを渡せばいいんだ。それな、役割分担じゃ。さあさあ、伊達さん行くか。あ、来た来た来た。そのもう来ないっぽい。ほら感覚がある。持ってかれた感覚が。伊達さん、いや、全く釣れないんだけど。伊達さんにいろんなことが何でもできる伊達さんの唯一のない才能を見つけてしまった才能がない魚釣り。餌つけのとかまあまあうまいんだけどさ、うん、手先用だもんね、あれだね、うん、まさか。ちょっと針出るぐらいがいいんじゃない。うん、あ、いや、いい、いい、オッケーオッケー。綺麗にできてんだよ。そう、いや、むっちゃ綺麗なんだよ。むっちゃ綺麗なんだよ。めちゃくちゃ綺麗だって。そう、割と食いつけられたらもう引いた方がいいぐらい。なんか、悠長に待ってると食べられるなんて。全ての才能を持った金そうなれた女、伊達が若干の負けず嫌いである伊達さんが。そう、なのに唯一、唯一釣りが今じゃないですか、今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 、元気そうだ。さあ、居残りってこんな感じだよ。いい横やるわ。さあ、伊達選手、魚を釣ることに成功するのか。若干引いている、引いている、引いているか。釣った魚が応援をしている。そんな中、ゆっくり上がっていくが、が、が、どうだ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 、ゆっくり、じゃーやりました、伊達選手。よかった、よかったね、よかったね。餌やり体験じゃなくなりました。飲まれてるよね。綺麗にちょっと飲まれてしょ、これ。ちょっとこれ、ちょっと入ってすぐ難しい。じゃあ、ちょっと出してきて。え、今日は東京です。はい、昨日泊まって今日帰ります。いや、良かったのではないでしょうか。もう食おう。あ、よし、よし、行こう。釣れて、ありがとうございます。あ、すごい鼻、はい、すいません、ありがとうございました。はい、はい、あ、はい、今、麦さんのカメラ。ありがとうございます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 。めっちゃうまい。うまい。あ、これ、これめちゃくちゃうまいわ。すごい、これこちらでも練習してます。カルーポロティー、カルーポロティー、うまいな。骨には皆さん、どう食べるのが正解なんですか。結構わかりやすいから大丈夫。うん。